死亡したのは橘日向さん。負け犬フリーター竹道の元恋人が殺された。そんな彼がある日。何やってんだよ竹道。え、俺死んだ。は？10年前の高校時代にタイムリープしてしまった。いいから逃げよ。てめえは一生俺の奴隷だ。分かってるよ、俺の人生クソだって。だったら頑張って、それで10年後も私と一緒にいて。竹道のミッション、それは東京卍会を消滅させる。それが姉を救う唯一の方法です。潰すぞ。俺がヒナを守るよ。あ、こんな俺にだってな、二度と譲れねえもんがあるんだよ。どうやって死にて。花垣竹道、俺はお前が気に入った。全然弱いくせに自分より強い相手に平気で喧嘩挑んじゃうし。俺はずっとあの頃見てバカやって笑ってなかったよ。私の好きな竹道くんだから。命の意味だ、僕らの意味だ。俺にだってよ、引けねえ理由があるんだよ。竹道こんなとこで弾ける。東京リベンジャーズ、これは俺の人生のリベンジだ。